ポップティーン TV。 お願いします。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 お疲れ様でした。2ヶ月半ぐらい。お疲れ様でした。じゃあ、皆さん結果を画面に出すので、ちょっと下向いといて。皆さん見てください。こんな感じです。まあ今回ココチャが1位という結果になりました。どのあのバトルが何ポイントでっていうのはウェブマガジンで出すので、それを見てもらえればと思います。で、毎回毎回言ってるけど、このバトルは、まあ、バトルやってるから順位は出ちゃうけど、順位が全てじゃないから、うちらはもっと評価してる。引き続き頑張ってほしいなとは思うので、皆さんまた新たな気持ちで頑張ってください。はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ発表したいと思います。一瞬画面をさ、下に向けて。じゃあ天井にしますね。はい、ここで見えないから。怖い、待って怖い、マジで待って。せーの。お、え、おめでとうございます。え、おめでとうございます。うっそだー。皆さん3ヶ月間応援ありがとうございました。残念な結果、ビリという結果になってしまったんですけど、私の中ではとっても成長できたバトルだと思ってます。TikTok とかインスタとかから新しくファンになってくださった人からもたくさん応援してもらったし、ちょっと SNS 系が多くて残念なところとかもあったんですけど、自己プロデュースとかもしっかり自分の魅力とか世界観を皆さんに伝えることができたかなと思います。これからも、私の魅力とかをもっと皆さんにお伝えできるように、これからも頑張っていこうと思います。ポップティーンの久保田葉をこれからもよろしくお願いします。ちょっと全然納得がいかない順位なのと、なんか応援してくれたファンの子に申し訳ない気持ちでいっぱいで、なんかすごいもっともっと頑張んなきゃいけないなっていう風にすごく感じました。こうもっと拡散力とか自己プロデュース力も自分でもっともっと上げていって、今後もっと努力して応援したいっていろんな人に思ってもらえるように、なんか頑張ろうってすごく思えたので、このまま気を抜かずにもっと上目指して、ポップの代わりになってから絶対に卒業したいので、それまで諦めずに精一杯頑張りたいと思います。応援してくださったファンの方、まだまだ頑張っていくので、これからもたくさんついてきて応援してくださると嬉しいです。本当に3ヶ月間ありがとうございました。はい、まずは3ヶ月間応援してくださったファンの皆さん、ありがとうございました。結果的にはすごい悔しい結果になってしまったんですけど、なんかこの3ヶ月間でやったことでちょっとずつ成果が出てきたりしたものもあったりとか、よりファンの皆さんのありがたさを感じた3ヶ月間だったので、経験というか自分が糧にできるものはいっぱいあったので、またその自分が学んだことをこれからにつなげていけたらいいなと思います。自分も悔しいし、やっぱ一緒に頑張ってくれたからこそファンの皆さんもすっごい悔しいと思うんですけど、全部が全部ダメだったってわけではないので、これからのキラリも応援してくださったら嬉しいです。本当にありがとうございました。で、まだまだピン表紙と百出の夢は追いかけます。まずは3ヶ月間の応援とご協力ありがとうございました。いい順位では正直ないと思うので、ファンの子にはすごい申し訳ない気持ちでたくさんなんですけど、昔は専属モデルの順位とかが編集部に紙で貼られていて、今の現状のその人気ランキングとかを知っていく感じだったので、なんか私も久しぶりにそれを感じられたというか、やっぱりその6位っていう順位は私的に納得しちゃいけない順位だと思うので、これからもっと頑張ろうと思います。まあ、正直今回私がすごく思っちゃったのが、去年末にも私はバトルをしていて、今回またバトルってなって、私もあ、またバトルってなったし、ファンの子もまたバトルなんだって思っちゃう部分があったと思うんですけど、
やっぱりそのファンの子の気持ちまで持ってくるのも私の役目というかバトルにおいて大事なことだったと思うので、次はもっともっと頑張れたらいいなって思います。もうポップティーに入って7回ぐらいバトルしてるんですけど、それでもなんかファンの子が毎回毎回協力してくれたり頑張ろうって言ってくれてすごく嬉しいです。ありがとうございます。やっぱり何年経ってもピン表紙と100室叶えるっていう目標は変わらないし、それを叶えてから自分の目標を叶えてから卒業したいなって思うので、これからも一緒に頑張ってくれたら嬉しいです。本当にありがとうございました。はい、まずは3ヶ月間皆さんありがとうございました。今回のバトルは前回のバトルの反省点を生かしてその次のバトルにつなげようと思ってたので、それがちゃんとできて、ちゃんと自分のアマギャルを発信できた、皆さんに発信できたと思うし、このバトルを通してなんかこう自分と向き合ってこうどう発信していったらいいかとかちゃんと学べたので、こう自分自身成長できたと思いますし、こう毎回投票の時もみんなファンの子が DM で投票してよってストーリー上げてくれたりとか、本当すごいみんなが協力してくれて本当にありがたかったです。みんなありがとうございました。まあ、これからもそのポップティーセラピーっていうファンの子が増えてくれるように私も精一杯頑張りますので、引き続き応援よろしくお願いします。またバトルする機会があったらまた1位絶対取りたいと思います。みんなありがとうございました。はい、ということで皆さん3ヶ月間本当にたくさんの応援ありがとうございました。初めてポップティーンのバトル参加させていただいたんですけど、すごく4位でもめちゃめちゃ嬉しいです。ファンの子が DM とかで今日も投票したよとか、もう朝一5時ぐらいにあのファンの方が今日も欠かさずりのんちゃんに投票したよとか、すごい嬉しかったです。そういう一つ一つの DM とか応援コメントが本当に嬉しくて私の力になりました。次のバトルがあるとしたら絶対に次こそは1位を取れるように頑張りたいと思います。本当にたくさんの応援ありがとうございました。まずは3ヶ月間本当にありがとうございました。今回こそ絶対1位を取ってやるっていう勢いで全部頑張ってきて上位に残れたのはすごい嬉しいけど、私が目指していたものは1位だったので、すごい悔しいなって思う部分もあります。なんか去年よりも自分をもっと理解する機会が増えて、海外ガールはもっとこうだなって考えて、より自分の系統を理解できて自己プロデュースできたと思うし、 SNS もその活動の仕方とかもいろいろ考え直してストーリーとかも上げたりして、すごい今回のバトルはいろいろ考える機会があって成長できたバトルだなって思います。本当にありがとうございました。今日はまず3ヶ月間バトルありがとうございました。私はポップに入って初のバトルで分からないことだらけだったんですけど、改めてファンの子のありがたさとかも実感したし、自分と向き合うバトルが多かったので、この期間で2キロ痩せれたりだとか、あと服装とかも結構系統いろいろ着たりとかで自分何が似合うのかって見つめ合う時間が多くて、なんかこの期間でだいぶ垢抜けれたなと思うし、今になってもっとああしておけばよかったっていう後悔はあるんですけど、この3ヶ月間自分も成長できたし、ファンのことももっとなんか仲良くなれた感じがあって、すごいいい3ヶ月間になったと思います。3ヶ月間ありがとうございました。これからもポップを2位だとしても自分は1位だっていう気で盛り上げていくので、レイレイよろしくお願いします。こっちはこっちでしよう。はい、今日はなんと今日はなんと表紙撮影でーす。2度目のピンの表紙撮影なんですけど、大人っぽいココハを全力で見せるように頑張ります。大人の魅力が出まくっちゃいますね。ちょっと見えちゃいます、ね、歯も出ちゃいますね、はい、なんかどんどん見えてきてる。大人になるにつれてどうすればいいんだろう。これはなんかさ、すごい腰でよく生きった感じでして、生きった感じ、生きれ、
ほうほう、おお、もっとドラマティックにお願いします。最初どうなったんですか。やかも、やかも、やかも。好きに動いていけばちょっと覚え身も混ぜて、あのかっこいい方を覚えてね。ああ、あ、両面抜けてんのかい。かわいい、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 後ろにさ、オッケー、ちょうど40分乗り方めっちゃ。はい、教室撮影が終わりました。あんまり可愛いって褒めてくれない編集長さんが可愛いって5回くらいは言ってくれたので満足。そういう打ち合わせみんなでしたから、やば、マジやば、おりゃこの外装元出た、どうですかこれ。皆さんの応援のおかげで勝ち得た表紙。え、アベンジャーズの皆さんありがとうございます。とってもありがとうございます。まさか一を取れると思ってなくて、あの最後の辺自信をなくしてしまっていたんですが、ありがとうございます。ポップの顔になるよう頑張ります。お願いします。今日も動画を最後まで見てくれてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録、コメント、おすすめ動画見てね。ちゃんと何回何十回何ばっか伸びていっぱい見てください。バイバーイ。